突撃会社のサウナ訪問。さあ今日私は東京都港区にある南麻布にやってまいりました。この辺りの会社の中にサウナがあると聞いてやってきたんですが、え、会社じゃなくて大使館大使館ですか。え、中にサウナここにあるってこと。行ってみますか。失礼します。すごい、フィンランド方とレウルと言います。レウル、そうそう。いい音が聞きました。さあ中に入りました。こちらで、あ、こんにちは。もい、こんにちは。もい、もい、ノーラと言います。よろしくお願いします。ノーラさん、よろしくお願いします。お願いします。フィンランド人で、あ、そうなんですね、ということですね。フィンランド人ですね。じゃあフィンランドのことは今日はノーラさんにたくさんお聞きしましょう。で、ここにサウナがあるって私伺ったんですけど。はい、本当なんです、あります。あるんですね。大体のフィンランド大使館は、まあ、各国にサウナが実はあるんです。あ、そうなんだ。え、それって入ってもいいんですか。あ、はい、今日は一緒に入りましょうか。やったじゃあよろしくお願いします。お願いします。ぜひ入らせてください。はい、どうぞ。あ、なんか写真がいっぱいある。あ、そうそうそう、フィンランドの昔ながらのサウナ文化を紹介している写真。こちらは、そう、こちらは、まあ、休憩スペース、タッカルームというんですけれども。タッカルーム、そう、タッカは、暖炉の意味で、よくサウナ室の横にこういう、まあ、休憩スペースみたいな、まあ、食事もできるスペースがよくあります。で、サウナはこちらです。あ、ここ。そう、こちらです。一見普通のなんかねお部屋に入るようなものですけどですよね、はい、でもサウナがあります。失礼します。わ、あ、なんか香りしますよね。いい香りする。サウナの、すごい、これが、そう、これが大使館のサウナです。そうなんですよ。こんな感じです。すごい、なんかドキドキしちゃいますね入ってみたいですか。いや、早く入りたい。では早速いいですか。入りましょう。はい、お願いします。そうそう、はい、あ、じゃあ先にはい、じゃあ、わー、わー、すごい、あ、明るくて綺麗。あ、木材の感じ、香りが。これは？これはペフレッティなんです。ペフレッティ。ペフレッティ。それ何かというと、はい、この、まあ、サウナ、まあ、ベンチに敷くこういうシートなんですね。清潔綺麗。あ、可愛い。そうそう、綺麗なサウナに入ってるおじさん。サウナおじさんたち。そうそう、ミキタも。あ、本当だ。そうそう、天井の高さが近いです。そうそうそう、結構なんかフィンランドのサウナはそう低めの天井が多くて、サウナストーブが真ん中に、そうそう、妖精がいるんですね。トントゥ、そう、トントゥ、あ、よくご存知ですね。トントゥ2匹。こんにちは。あ、もい、もい。そうね、サウナ守ってくれてる。ストーブの位置がかなり低いですよね。そうですね、うんうん、結構フィンランドでなんかよくちょっと遠くでちょっと低くて、あとよくなんか2段とかになってて、例えばまあちょっと暑さに苦手な子供たちとか、ちょっとなんか一つの後ろ、私も子供の頃いつも下の方にちょっと座って、やっぱり暑いから、で大人になったらまあ上の、うん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 、そっか、家族でも入れるから。そうそうそう、私もよく、まあ、家族で、まあ、毎土曜日入る習慣があって。土曜日に。そうそう、まあ、それ家庭によって違うんですけど、まあなんか週3回2回入ったりとか、まあ、毎金曜日とか毎土曜日入ったりとか、私の家族の場合は毎土曜日家族みんなで入って、でその後なんか音楽番組をテレビで見てびっくりしてました。素敵じゃないですかフィンランドの生活。そもそもなんですけど、
なんで大使館にサウナがあるんですか不思議ですよね、うん、そう大体の、まあ、他の日本だけじゃなくて他の国にもフィンランド大使館にサウナがあるんですけれども、うん、やっぱりそういう、まあ、フィンランド流のおもてなしというか、うん、そういう、まあ、ゲストを呼んでそういう、まあ、リラックスした感じで、まあ、会話もできるし、まあ、交流とか、まあ、新しい人ともなんか出会えるところとしてもあるし、あとやっぱりまあフィンランド人にとってそのサウナはまあ欠かせない文化でもあるので、そういう日常生活の欠かせない文化 で、うん、で実はここ大使館もそのこの一つのサウナ実はだけじゃなくて、はい、スタッフ用のサウナもあります。もう一つあるんですか？そう実は1階にこの真下にスタッフ用のサウナもあって、そこは大使館の従業員が使ってたり。で私たちが今入ってるここは何ですか？アンバサダースサウナ、まあ、つまり大使 の、 その VIP ゲスト用のサウナなんですそうここに、まあ、お客さんを呼んでそういうフィンランド流のおもてなしを提供して、でちょっと、まあ、よくフィンランドで開催するのは、サウナイルタというもの。サウナイルタ、そうイルタは、夕べの意味だから、サウナの夕べという、まあ、イベントというか、そういう、まあ、お客さんを呼んで一緒にサウナ入って、でちょっとゆっくり、まあ、外気浴して、まあ、食事とかビールも飲みながらそれ楽しくゆっくり時間を過ごして、それでお互い仲良くなって、まあ、会社の中だったら、まあ、例えばまあその CEO も本当にアシスタントも、まあ、サウナの中ならそういう自由に話せるようになって。街に普通にサウナがいっぱいあるんですよね？あ、そうあります。結構公衆サウナ、やっぱりまあ自宅にも、まあ、大体のところにあるんですけれども、うん、まあ、公衆サウナも非常にたくさんあって。そっか、日本に銭湯がいっぱいあるのと一緒でフィンランドにはサウナがいっぱいある。そうなんです。フィンランドに住んでる方は、うん、まあ、やっぱりそれ自宅のサウナとか、あとサマーコテージのサウナに入るのは一般的。サマーコテージ？そうどんな場所なんですか？まあ、ちょっと、まあ、別荘とはちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、うん、視線の中にあるそういうシンプルなコテージというか、まあ、その休み、まあ、特に夏休みの時、まあ、視線森の中に行って、でよく、まあ、湖のそばに位置してて、そこにサウナとその、まあ、小さなシンプルな建物が。でなんかちょっと聞いてると北海道と近い感じもしますね。あ、そう近い、なんか感じるですね。本当、うんうん、そう思います。やっぱり自然も多いし人が少なくて、うんうん、やっぱりそういう、あと冬が長くて雪が多くて、そう本当に春が来るとあやっと春だって。そうでもさ、ようやくやってくる春がすごい懐かしくて嬉しくて、さあ私もいっぱい汗かいてきましたけど、フィンランドのサウナといえば、はい、こちらですね。ラウルですね。ラウル。そう日本ではよくラウルと発音ですけれども、フィンランド語だとラウルと言います。ラウル。そう。ラウル。聞いてるかな。うまいですね。じゃあちょっとせっかくなんでやっていただいてもいいですか？あ、はい。じゃあお願いします。じゃあちょっとここから。はい。いい音が来ました。すごい、パッてこう、あ、そうこうするんです。遠くから？そう、確かに日本人はよくそうかけるんじゃないですか、こういう感じ。でもフィンランド人はやっぱり遠くからこうやって投げるんです。へぇ、パシャパシャ、結構まあ遠くからも投げたり、あー、一気に蒸気来てるそっか、ローリューは投げるんだ。そうあと本当にその音とかも大事にしてて、やっぱりこの音、うん、このパシャッと音を聞くとなんか悩みとかも忘れちゃうぐらい。へー、じゃあ私もぜひお願いします。レオリューしますレオリュー投げてください。ポイッと、この場所からでもいいんですか？そうもっと遠くからでも。ここもっと遠くから？そう、ここ結構なんか近かったんだけど、多分あっちの方がちょうど、あとよくなんかこんな感じで投げるんです。あ、そう当てる。いきます。お難しいぞいっぱい壊しちゃう意識したことがなくて初めてのレオルが難しいって聞きました。初めてのレオルが難しいです日本式のじわじわも気持ちいいし、フィンランド式のこう投げるこれもまた気持ちいいですね。やっぱり楽しみ方いろいろありますよね。日本のサウナはどうですか？
特にフィンランド式のサウナ最近すごい増えてるじゃないですか、うん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 、それすごい嬉しくて、あとやっぱりまあ日本人のそういう想像力とかがすごくて、あとまあフィンランドでできないサウナとかもあって、例えば、まあキャンプ場でまあテントサウナ入って滝に飛び込むとかできるし、あとまあフィンランドはやっぱりそういう、まあ、森の中でサウナ入って湖に飛び込むんじゃないですか、うん、だけど日本ではそういう川だったり滝だったりとか、うん、まあ、山の中どこかでサウナに入ったりとか全然フィンランドで体験できない、だからそういう日本人のサウナに関する想像力とかそのファッションがすごい感動してます。なんかちょっと褒めてもらって嬉しい本当に自分にとって当たり前の文化がこんな日本で流行るのは本当になんかフィンランド人みんなびっくりしてる、うん、そっかフィンランドの皆さんもびっくりなんですね。そうそうそう汗かきました。で次は日本で行くと水風呂なんですけど、水風呂はないんです。フィンランドはやっぱり、まあ、直接湖に飛び込むので、うん、水風呂自体はないんです。実はでここもシャワーだけで、じゃあ今日はシャワーでなんかもうタイルが素敵確かちょっと湖の感じがするかもしれないですね。自然っぽい感じに見えます。フィンランドのエコファンという一種なんですけれども、ここで、まあ、ゆっくり外気浴もできて座ってください。気持ちいいですよここでゆっくりします。この椅子の形、私初めて見ました。あ、そうですか。そう、結構なんか独特で、しかもなんかこういう、まあ、角度が調整できるんです。へぇ、水シャワーだから体が冷えすぎずに、今そよ風が気持ちいいです。そう、ほんとここの風がすごい柔らかくて、街の中にいるのがね、信じられないいいところを、いやー、ほんと風も気持ちいいですね、ここね。そうですね。だってここ、大使館ですよね大使館ですよね。信じられない。いや、なんかね、お話聞いてたらこう、もっともっとフィンランドのこと知りたいなーなんて思ったんですけど。あ、嬉しい。なんか、イベントがあるんですよね。あ、ありますね、うん、はい、今度札幌で。ちょっとそれに関して詳しい方が実はここにいらっしゃるんですけれども、はいはい、はい、山田さんどうもこんにちは。はじめまして。はじめまして。こんにちは。もういい、羨ましいですね、サウナ入ってね。すいません、僕もちょっと仕事中なんですけれどもねイベントがあるって聞いたんですけど。そうなんですよ、5月の28日と29なんですけど、今月末ですよね、うん、札幌のガトーキングダムっていう、施設さんで、うん、サウナの街札幌とコラボさせていただいて、北海道フィンランドウィークスペシャルというサウナのイベントを開催するんです、うん、大使がですね、もう北海道でイベントをやりたいという念願がございまして、で今年で任期が終了なので、フィンランド帰る前に、北海道で、いろいろイベントやりたいということで、まあ、普段あまり食べられないフィンランドの料理だったりとか、サーモンスープとかですね、シナモンロールも用意してます。数量ちょっと限定なんですけど、うん、とオフィシャルサウナビールフロムフィンランドっていう、サウナの後最高に美味しいじゃないですか。あります、あります、あります、白樺の、はい、でなんといってもここ外で爽やかな風をこう浴びながら、こうビールとかちょっとアルコール飲んで、またサウナに入って、また水風呂入って出がえっていうような、フィンランド その週末とか夏休みの過ごし方、あるいはモルクっていう今流行ってるスポーツなんかも体験できますし、そういうのを、全て用意してますので、ここまでのフィンランドサウナカルチャーイベントはないんじゃないかなっていうぐらい楽しみ。私も春の北海道が初めてなので、あ、来てくださるんですね。そうそうそう、来ます、来ます。嬉しい。
さん、私たち会場でお待ちしてますので。あ、お待ちしてます。ぜひ来てください。待ってます。待ってます。アンドサウナでは私たちも使っているこのサウナハットやオリジナルグッズを発売中です。いろんな種類があるので詳しくは概要欄をチェックしてね。